守備の、まあ、形というか、まあ、それはすごい構築されているというか、自分たちもやってて、まあ、そこまでやられる気はしなかったし、ハーフタイムで多分こうしてくるだろうから、そうなったら自分たちはこう動かしてっていうのをもう前から準備できたし、まあ、全て僕らがうまく主導権を握ったゲームだったんじゃないかなと思います。今まで失ってきた勝ち点を考えれば、取らなきゃいけない勝ち点だったし、まあ、ミトだったりそういったところ大宮もそうですけど、自分たちのゲームだったにもかかわらず勝ち点落としてるんで、まあ、今回の山形戦でそういう勝ち点を3取れたっていうのは大きいし、まあ、次の甲府戦がすごいそういう意味ではその2試合を取り戻す大きいチャンスだと思うので、まあ、そこも含めて自分たちのサッカーをしたいと思います。まあ、だいぶやっぱり監督のサッカーにみんな慣れてきたし、まあ、求められている部分っていうのはシーズン最初から、まあ、キャンプから高いものがあって、まあ、それに対して少しその、まあ、まだ戸惑っている部分とかそういう部分がありましたけど、まあ、だいぶ最近はそのみんながその要求されてることが分かってきてるし、まあ、その中でどうそれを表現すればいいかが分かってきてるんで、まあ、そこがすごい大きいんじゃないかなと思います。彼とはすごく合うんで、もう毎試合やりやすさは感じてますし、僕とクリスがミセドを組めば、まあ、J2 で止めるクラブはないと思うし、まあ、そういったところでより脅威になるためというか、まあ、まだまだ僕ら2人で崩せる場面っていうのはもっとあるし、まあ、そこは効率よくいいテンポで、まあ、彼と、まあ、もっと結果を出すという意味でチームを助けれればいいかなとは思ってます。向き合うのは相手じゃなくて、自分たちが何ができなかったからできなかったっていう理解の上で次の試合に迎えるようにしたいし、逆に自分たちが何をしたからこの試合がこうだったし、どういう結果が出た、勝てたっていうところを常に見つめなきゃいけないし、僕らが順位を一つでも上に上げて、まあ、最後上にいればいいと思ってるんで、常に自分たちにフォーカスしながらやっていきたいなと思ってます。まあ、僕らもそうですけど、本当に勝って最後喜んでる姿を見れるのがすごい嬉しいし、ホームでの勝利っていうのを多く取りたいっていう気持ちでやっぱり毎試合臨んでるんで、まあ、僕ら の, 戦いっていうのをもっと楽しんでもらえるように、一人でも多くのお客さんに来てもらえるように頑張っていきたいと思います。はい。